どうもこんにちは、僕は大磯なんですけど、みんな東京からやってきてくれてます。脱サラしてスローライフな生活をしようと思ったんですけど、やたら忙しいパン屋をやっておりまして、今日は、大磯っていうところの、いろんな情景を曲にしたもの、それからそんなイメージでアレンジし直した昔の曲を、7曲ほどお付き合いいただければと思っております。それでは、今日のようなとってもいい天気に134号線沿いを走っている時にできた、曲です。サニーデイ、聴いてください。Thank you.
Thank you.
って、今日この江ノ島が見えるじゃないですか。でこれずっと西の方にたどるとですね、大磯っていう町の小ゆるぎの浜につながってるんですね。で僕はそこが大体散歩コースで、夕暮れ時に非常にこう綺麗なコバルトブルーの空が見えて、ちょうどですね、自分が一昨年脱サラする頃に、この暗闇の向こうに、明日が待っていて、で自分は何をするんだろうということを考えた時に、たまたまそのコバルトブルーという曲ができて、今日はもうちょっとすると夕暮れ時に、綺麗な青空、夕暮れが夕焼けとそのコバルトブルーが見れるといいなと思いますが、それでは。では聴いてください。コバルトブルーです。Thank you.
本当にありがとうございます。大磯、3部作というのがありまして、この曲ですね、次は夏の歌という、曲になります。大体この夏を過ぎて秋が来る頃にちょっと寂しいなっていうことを感じたりすることがあるんですけど、イブちゃん、イブちゃんここはもう危ないからね、ちょっと後ろをね走るように、あ、走らないようにね、次の曲があるご出会いがあって秋になっても心の中の青空がずっと輝いている、夏が終わらない、そんなあの曲を作りました。君といるこの世界に溢れ出すリズムとメロディI'm not afraid to die.
さん、ありがとうございました。今日はもうちょっと一人ずつメンバー紹介をしようと思ってまして、3月まで中国に転勤になってたんですけど、寺内明パーカッション、復帰しました、今度帰国と。おめでとうございます。また、今後ともよろしくお願いしたいと思ってまして、次の曲が、オン・ザ・ストリートという曲なんですけど、世代的にはですね、1959年に出版された小説路上っていうね、ジャック・ケルアックなんていうのを覚えてらっしゃる世代の方いるかもしれないんですけど、ヒッピームーブメントとかね、フラワームーブメントとか、ドアーズのジム・モリソンあたりに影響を与えた本だと聞いております。ただ最近はですね、路上というとですね、どうもあの路上生活者の方に不動者の方に行ってしまうんですけど、次の曲は、僕があの東京に住んでいる頃にも、とってもこう街中でワクワクと若い頃ですね、彼女を待っている、そんな心ウキウキな、曲として作りました。でちょっとギターがですね、あのなかなか渋い、絡み方をしてくるので、紹介しておきます。佐々木志郎ハードル上げないで意外とあのテンションが高めると面白く思いますね。それではあの不老者じゃないですよ、路上オン・ザ・ストリート、ウキウキワクワクな曲を聴いてください。
の楽しいとですね、もうちょっと長くやってみようかなとか、いろいろこのその場に応じて、変わっちゃうもんですから、皆さんに腹をくくってさせております。次がですね、メンバー紹介の順番でいくと、あのベース、これはね、あの本名なんですけど、小島よしおと言いまして、非常にあの4年ぐらい前に流行ってた人がいました。彼と全く同じ名前で、職業は全く真逆な次の曲は1963年全米ナンバーワン、ルビー&ロマンティクスという、方が、歌われました。大ヒットした Our Day Will Come という曲をですね、これはあのサンバっぽくアレンジをしてやってみたいなと、ベースとサックスの掛け合いをぜひ楽しみください。ハードルを上げてます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。
さんと今日ここにいることが本当に奇跡のようです。最後の曲になります。ここにいる奇跡、聴いてください。Yeah.